奏をベースに、はい、ダンスショーケースっていうなんかね日本柱でやっております。これめっちゃ影になってますな俺前は影からの声みたいなことです。はい、よろずオーケストラヌエというものでございますけども、照明を上げ忘れたので俺一回戻らなかったからなんかトーンが軽いやつを始めといてもらっていいかな。はい、いいですね。はい、で、なんと僕たち今回メンバーが一人旅立つことになっております。電気つけへんからまだな見えへんけど、ここに暗闇にいるサッコスのね、サッコっていうやつがパラレルツボを今回ラストになります。まあちょっと今回期間が空いてしまいましたけども、なんか僕たちもね、あ、この108的にも結構いろいろ変わったところがありますし、まあ、その辺も楽しみながら、いや、聞きながら楽しんでいただければありがたいと思います。ちょっと電気つけてくる間にサッコがこの上でちょろっと行こう。
ね、まあ、ちょっと仕掛けがうまいこといかんときもある。これがラログの醍醐味でございます。すいませんね、ちょっとあの僕たちヨロズオーケストラというユニットで、ちょっとね久しぶりに新曲作るみたいやねって言ったんやけど、まあちょっと見直していった時に、前回の制作期間でね、ちょっと最後までうまく作り上げられなかったかなっていうやつで、こう1曲をリメイクという形でお届けしてみました。まあ、またやる機会があるかな。ちょっとサックス担当でもいるよね。まあ、その辺はいいとして、あかんあかん、時間が結構刻々となっております。まあ、ちょっと短めで、頭にやってもうたからな。そうやね、まあもう一回やろう皆さんで。はい、じゃあちょっとここから一旦フリーな感じで行って、でちょっと最後に1曲目から残り2番目で終わりってことかね。ありがとうございました、サッコ。ありがとうございます。頑張れ頑張れ。ヤンピュー。恥ずかしい。ヤンピューね、いい音でしたよ、君のサックスは。これ残り2曲で聴き納めとなります。つうわけでやっぱ行こう。
ありがとうございました。では次でこの曲で僕たちのオーケストラ最後となります。今月はゲストね、京都からサッコの仲間的な人たちがいっぱいこの時来てくれてますんで、最後までごゆっくりお楽しみください。ちょっとサッコなんか私好き
サックスのサッコでございます。ありがとうございます。あ、どうぞご歓談をお続けください。約1年間ありがとうございました。めちゃめちゃ楽しい刺激をたくさんもらえるイベントに毎月参加させていただきまして、このプロジェクトもどん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 毎月毎月びっくりするぐらい進化をしていっているので、皆様乗り遅れないように、あのお近くにお住まいの方は毎月来てください。毎月あの成長を見て私に YouTube かなんかでビデオを見せてください。では皆様、ありがとうございました。あのすいません、なんかえ、マジっすか。あ、じゃあもうちょっといいこと言おう。私も、しばらく海外にまた行って、頑張って成長していきたいと思いますので、またここで会った時には上手だったなと言っていただけるように頑張りますので、また会いましょう。さよなら。大変お時間いただきました。ヨロズオーケストラのヌエでした。ありがとうございました。Thank you.